ごきげんよう。高齢者モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。高齢者のモチベーションをアップしていただきまして、光り輝く高齢者になっていただこうという情報を配信したところであります。今日は2024年の5月の17日金曜日です。今日中国新聞の一面は GDP 年 2.0% 減、2期ぶりマイナス個人消費不振、1月から3月期と書いてあります。そしてその下に山形パリ五輪断念、引退はせず、陸上男子 100m 日本記録、持ってたんですが、故障でパリの五輪は諦めるということで、でも引退せずにまだ頑張るということですね。今日も3冊シリーズを見たいと思います。その第1弾であります。第1弾は100まで生きる覚悟、超長寿時代の身じまいのサポートというね、春日キスヨさんの本の中からお送りしたいと思います。今日はですね、前回が第1章普通の元気長寿者の日常生活ということで、1、娘亡き後娘婿と暮らす100歳間近な女性 A さんの暮らしということで、前回は日課から見る生きる気力というのとですね、A さんの一日の過ごし方とかですねがあって、今日はその続きでですね、プラス思考に組み替える柔軟性というところに入っていきたいと思います。ところで A さんの気力のもととなっているのは、身近な親族である娘婿、息子、孫、甥、姪などのつながりの中でちゃんとやられねばという意識である。とはいえ娘婿が食費や光熱費を負担していないことに見られるように、その関係はA さんが費やした多大な時間と経費に十分報いるものではなく、不均等なものである。しかし、そうした関係に A さんが不満を持ち、不服を訴えて攻撃すれば、娘婿との同居などすぐに破綻し、元気のもととなっている食事作り中心の日課も崩れ、A さんの暮らしにも変調をきたすだろう。身近な間柄で不当とも思えることがあっても、関係改善などは自分の一存ではできないのが暮らしというものである。そんな中で生活を破綻させる方向ではなく、嫌でするんじゃない、好きでするんです、大変と思わないんですと、今を肯定する生き方に切り替えている A さんの柔軟さこそが元気の根本を支えていると思われる。ほう、なるほどですね。ここらはね、なかなかできないんですが、A さんは、それを柔軟性で乗り越えてるんです。これはすごいですね。では、プラス思考の方向に切り替えるその柔軟さはどのような形で成し遂げられているのか。聞きたいところですね。娘婿が A さん所有の家に住み、外出時の車の運転と風呂掃除以外は何の家事も担わず、かつ朝夕の食事代、光熱費も一切支払っていないと聞き、一銭も入れないなんてそれはひどい、腹は立ちませんかと踏み込みすぎたかなと思いながらも聞いてしまった。それに対する A さんの答えは次のようなものだった。 A さん、払わないけれど、まあいいわと思って言わないの。それは娘婿のためというより、孫には母が亡くなって父親しかいないでしょ。孫にとって大事な父親じゃないですか。父親のことを悪く言われたら嫌でしょ。だから絶対に言わない。それに亡くなった娘から、お母さん、孫とひ孫のことを頼むねと頼まれていて、その約束を果たす義務が私にもあるのです。だから、娘婿の体がちゃんとなるように食べさせる。
塩分を控えてね。私がいつまでも生きているわけではないですから。かっこ今はそれができるという幸せですよね。本当にそう思います。A さんさすがですね。また、おい、名などの他の親族に贈り物を送り続ける理由も次のようなものだった。A さん、私は7人兄弟姉妹でもう全部行ってしまって、いてもいなくてもいい私。一人が残ってね。おいや名にしてやれるよう。私は健康な体を与えてもらっている。そう思ってお茶漬けでも食べられるようにと、しらすを送ってやります。送ってくるのをみんな待っています。だからちゃんとします。二つの語りから読み取れる A さんの対処法は、暮らしの中で作る身近な二者関係の中でのみ、損得感情をせず、自分の貢献を A さんにとって重要な意味を持つ他の誰か、つまり孫やひ孫、さらに死去した娘や自分の兄弟たちといった時空を超えた相手に対する愛情や義務やお返しという形で捉え、マイナス思考ではなくプラス思考に転換していくことなのだ。この柔軟性の力がそれができるという幸せです。という A さんの前向きな暮らしぶりにつながっている。こう見てくると、私がすごいと驚いた A さんの元気を支える大きな原動力としては、次の点を挙げることができるだろう。何でしょう。まず、聴力の障害や歩行の不自由さ以外は、重い病気を抱えていないという身体的健康の側面、これは大きい。しかし、それとともに、過重とも思える日課を自分に課し、それを体力の衰えを理由に怠ったりせず、ルーティーン、ワークとしてスケジュール通りに遂行し続ける自己統制力。そしてそれに裏付けられた時間管理力。次に、そうあるしかない今の暮らしを継続するために、意に沿わない考えによっては自分にとっては不利益そのものの関係をプラス思考で組み替え、関係を破綻させずに持続する社会関係力。日々 AA と A さんが紡ぎ出し積み重ねるこうした営みにより、 A さんは身近な人にとってなくてはならぬ必要な人となり、翻ってはそれがまた A さんの生きる励みとなり、元気を維持する力ともなっているというね。これは、すごいですね。これが、100歳間近な女性がやっていることですからね。力強いですね。そしてやっぱり、誰かのためになっているというね。これはやっぱり力になりますよね。自分がやることが、娘婿とか孫とか姪とかにためになっている。そしてまた、周りもそれを期待して喜んでくれたりしているというね、これは励みになりますね。ですから一人でこもって何もせずに一人でやれば楽かも分かりませんけど、でもやっぱり人間はこう燃えるもんと言いますか、人に役立っている。この心のこの血の騒ぐというか、血がぐーっと回ってるというか、血潮がやっぱり騒ぐんですよね。いやー、この例は A さんですが、次は B さんの例が出てくるんですが、やっぱこういう実例を聞かせてもらうとですね、やはり説得力ありますね。まさにこういう人もいるんだと、自分にも少しでも近づけるものがあるんではないかというようなことをこう思いさせてくれますよね。それがやっぱりまた自分のモチベーションもちょっと上げてみようかという、こう動機づけになりますよね。こういい実例をですね、教えてもらうことによってまた自分のモチベーションを上げることができるのではないでしょうか。人間やっぱり
誰かの役に立つといいな。これ高齢者になっても必要ですね。いいよ。